皆さんこんにちは、富山本校の成富です。今回は公務員試験石川県試験の重要ポイントをズバリ解説ということでお話しさせていただきます。まず石川県なんですけれど、こちらは加賀百万石とも呼ばれていて、加賀友禅や九谷焼など伝統的な文化がある反面、21世紀美術館やおもてなしドームなど前衛的な文化と融合したとても魅力的な町となっています。観光名所としても東茶屋町や近江町市場など観光客をとても引きつけて離さない魅力をたくさん持っている町ということもできるでしょう。またこちら、北陸新幹線開通にあたって注目もされている土地となっております。そして石川県庁のこちらの試験なんですけれども、一次試験は択一の教養と専門がありまして、二次試験は個別面接が2回と集団討論があります。石川県庁の特徴としては、この二次試験においての面接の比重がとても高いということが言えます。ここでもね、しっかり対策をしておけば特にもう怖く思うことはないと思いますよ。そして金沢市役所なんですが、こちらは一次試験、択一試験の教養と専門、そして論文がありまして、二次面接はこちらも個別面接が2回というものがあるんですけれども、こちら1回あたりの面接時間短いんですけど、実はかなり重要です。なので、いわゆるコツというかね、ポイントがございますので、そういったポイントもぜひテック富山本校で対策されてみてはいかがでしょうか。簡単に石川県について触れてきましたが、お気軽に疑問点はテック富山本校までお尋ねくださいますようお願いします。